こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回は、未成年者が犯した罪について解説するぜ。少年犯罪ってやつだよね。2020年4月に、少年法が改正されて、成人と同じ扱いを受ける年齢が引き下がったんだ。いろいろ問題になってるもんね。大きな罪を犯したのに裁きを受けないのはおかしいって。改正前でも少年でありながら、極刑が確定したことがあったんだ。それって、かなり特殊なケースだと思うけど、とんでもない犯罪だったんだろうね。この動画を見ると、極刑に処せられた少年たち、事件のその後、事件が起こった本当の理由まで詳しくわかるから絶対に見てほしいんだぜ。それではゆっくりしていってねー。2022年、令和4年の4月1日までに10歳未満は、少年として扱われていたんだ。しかし、少年法の改正で、18歳と19歳は、特定少年として成人に近い扱いを受けることになったんだ。ということは、実名で報道されるかもしれないんだね。これから解説する5つの事件は、改正前で、少年として扱われていたにもかかわらず、極刑が確定したものなんだ。極刑の判決って、少年に対してはかなり慎重になるんじゃないの？あまりにも凶悪な犯罪の場合は、この限りではないからな。あまりの凶悪さによって少年でも極刑が確定した5つの事件について見ていくぜ。よろしく。1968年10月8日、事件当時19歳だった永山紀夫は、金品を盗むために忍び込んだ、米軍横須賀基地で、小型拳銃1丁と拳銃の実弾約50発を見つけて盗んだんだ。すごいところに忍び込んだね。盗んだものもすごいけど。拳銃を手に入れたことで、永山の人生は大きく狂っていくんだ。永山は東京、京都、函館、名古屋で拳銃による殺人を繰り返して、合計4人の命を奪ったんだぜ。そんなに、むごい。最初の東京では、東京プリンスホテルに侵入して、警備員に捕まりそうになった時に射殺。次の京都でも八坂神社で警備員を射殺。函館と名古屋ではタクシーの運転手を射殺して売上金を奪ったんだ。タクシーとかホテルとかは、まあわからないでもないけどなんで神社？それから5ヶ月後の1969年4月6日、渋谷区にある、一橋スクール、オブ、ビジネスに強盗しようと侵入したところで、警報装置が作動して駆けつけた警備員に発見されるぜ。この警備員の命が心配。永山は拳銃を撃つんだが警備員には命中しなかったぜ。無事でよかったよ。永山は逃走して、明治神宮の森に隠れるんだが、5時28分頃に表に出てきて、張り込みしていた代々木警察署の署員に見つかり逮捕されたぜ。最後はあっけなかったね。永山が19歳の少年だったことで、世間の注目は高くて、裁判も長引いたんだ。2年とか3年とかかかったのかな。第一審の判決までに逮捕から約10年もかかったんだ。うわ、長。量刑は紆余曲折あって、最終的には死刑が確定したぜ。結局逮捕から量刑の確定まで約21年かかったんだ。ってことは40歳じゃん。第一審の後半中に、永山は死期、無知の涙を発表するんだ。これがベストセラーとなるぜ。その後も数冊の書籍を刊行して、ドイツでは評価されるほどの才能を見せたんだ。その才能をもっと早く、発揮していればねー。1982年8月下旬に完成した小説、木橋は第19回新日本文学賞を受賞しているんだ。すごい才能を持ってたんだね。永山の名前は、海外にも名前を知られるようになって、死刑確定後にはアムネスティ、インターナショナルや国際人権擁護団体、ドイツ作家同盟などが、各国の日本大使館を通じて、日本国政府に恩赦を要請する書簡を送ったんだ。どうだろうね、日本は刑が確定したらほぼ覆らない線らないからね。そうだな、量刑確定から約7年後の1997年8月1日、永山は東京拘置所にて死刑を執行されたんだ。4人の命を奪ってるしね、遺族からしたらほっとしたんじゃないかな。去年は48歳だ。逮捕から約28年も経っていたぜ。刑の執行を悟った時、永山は激しく暴れたらしいな。世界から届いた手紙とか恩赦の要請とかは知ってただろうから、恩赦があるかもって思ってたのかもしれないね。遺骨は、本人の意思で永山のふるさとである北海道網走沖のオホーツク海に散骨されたんだ。ふるさとに戻りたかったんだろうね。死刑囚が、ここまで有名になって成功した例は他にはないな。永山が幸せな少年時代を過ごして、普通の人生を送れていたら、やはり作家として成功していたと思うか？どうだろう、普通の家族を持って、会社まで電車に揺られる平凡な人生だったかもね。死刑囚になったことで、執筆したんだとしたら、人生のいたずらってやつを感じずにいられないな。人生って不思議だよね。
それだけでなくこの事件は裁判上で大きな意味があったんだ。あれだ、長山基準じゃないの。裁判で、死刑適用基準について初めて詳細に明らかにしたんだ。この基準が、長山基準だな。刑事裁判で、死刑を選択する基準でよく聞くよね。死刑囚の多くは、死刑執行を先送りにする目的で再審請求を行うことが多いんだが、長山は死刑執行まで一度も再審請求しなかったんだ。これも、恩赦があると期待してからなのかもね。この事件はあまりの凄惨さで世間が衝撃を受けたんだ。うわぁ？どんな事件なんだろう。当時18から19歳だった、小林正人、小森敦氏、羽賀正義の3人は共に暴力団の構成員なんだ。彼らは知り合ってまだ2週間ほどの、出来たてグループで活動していたんだ。どんなグループ活動してたの？路上ライブとか？アイドルとかではないからな、主に繁華街での恐喝でしのぎを稼いでいたんだ。そうだよね、暴力だった。少年たちは、それだけでは飽き足らずに、誰かを工事現場に妊婦として送り込み、上前をかすめ取ること考え出したんだ。それって、借金で首が回らなくなった人を送り込むんじゃないの？1994年9月28日に、大阪の繁華街でトラブルになった26歳の男性を拉致して、工事現場に送り込もうとしたんだが、これはうまくいかず失敗するぜ。それどう考えても、うまくいかないと思うよ。しかし少年たちは、男性を解放しないで、顔を見られたからという理由で暴行を加えるんだ。顔くらい見られたっていいような気がするんだけど。暴行は19時間も続けられたんだ。そして最後はベルトを使って絞殺してしまうんだ。死亡を確認するために、男性の体にタバコの火を押し付けていたんだ。熱っ、ってなったら生きてるじゃんってことか。遺体には全身に凄まじい暴行の跡があったんだ。最後は高知県安芸郡の山中に死体を遺棄したんだ。大阪から高知まで遺体を運んだの？警察への発覚を恐れて身を隠していた、小林の地元の愛知県で、1994年10月6日に昔からの仲間一人を過激な暴行により死なせてしまうんだ。なんで、一週間くらいしか経ってないじゃん。女性をめぐるトラブルが発端だったんだ。そんなことで、命を奪うなんて、どうかしてるよね。10月7日にはボーリング場ですれ違っただけの若い男性3人組に、顔を見て笑ったと因縁をつけて、車で連れ回した挙句、長良川河川敷で凄絶な暴行の果てに二人の命を奪ってしまうんだ。三人のうち、二人も、もう一人はどうなったの？三人目は解放されたんだ。その被害男性が、警察に駆け込んで事件が発覚したんだぜ。なんで解放したのかが、疑問に残るけど、一人は運転手として利用しようとしたらしいな。途中で仲間割れを起こして、小森と羽賀は大阪まで被害男性を連れてくるんだが、扱いに困って路上に放置したんだ。それで、警察に駆け込まれたんだね。わずか10日間ほどの間に、何の落ち度もない4人の命を奪った少年たちは、公判中に遺族を睨みつけたり、仲間に笑いかけるなど、未成年だから死刑にならないと余裕の態度だったんだ。なんか、ムカつくね。どうせ医療少年院行きですぐに出てこれるぜ。くらいに思ってたんだろうね。まあ世の中そんなに甘くなかったわけだ。第一審では実質リーダー格の小林に死刑、残りの二人に無期懲役の判決が下させるぜ。これは、裁判所、ナイス判断だよ。最高裁に進んだ頃にキリスト教の教会を受けて、反省や改心を見せ始めていたんだが、三人全員に死刑が確定したんだ。これはもう、当然の判決だと思うけどね。この判決は、世間では受け入れられていたんだ。事件があまりに凄惨だったこと、未成年ということを傘に着ていたことで、死刑判決に納得する意見が大半を占めていたんだ。そりゃそうだよ。遺族の気持ち考えたら極刑で当たり前だよね。犯行時、知り合ったばかりで、凶暴さを競い合うことしかできなかった少年たち。4人の被害者が死亡するまで暴行を続けていて、止める者は誰もいなかったんだ。本当は、やめようって思ってても、日和ってると思われるのは嫌だったんだろうね。彼らも中年に差し掛かった年齢になっているが、小林は東京拘置所、小森、羽賀の二人は名古屋拘置所に収監されているぜ。きちんと罪と向き合って、反省して執行を迎えてほしいね。1992年3月5日、千葉県市川市のマンションで、一家4人が殺害される事件が発生したんだ。犯人である関照彦は当時19歳で、翌日にはあっけなく逮捕されるんだ。短絡的に行った犯行なんだろうね。動機は多額の金が必要になったから、強盗目的で侵入したからだ。本当に短絡的じゃない。関は市川市内のフィリピンパブのホステスを店に無断で連れ出して、自宅アパートに監禁したんだ。
2泊したところで、このホステスが泣きながら店に戻ったんだが大問題となっていくんだぜ。そりゃそうだよ。監禁でしょ、刑事事件になるじゃん。そのフィリピンパブは暴力団が絡んでいて、席は落とし前として200万円を要求されたんだ。200万なら案外安い気もするんだけど。金目当てで、強盗を働くことになるんだが、侵入した家は適当に選んだわけじゃなかったんだ。知り合いかなんかだったの？関はこの家に住む当時15歳の少女と接点があったんだ。事件の前月2月12日に、少女は深夜に自転車でコンビニに行った帰り、関の運転する車に接触してしまったんだ。そんな男にぶつかっちゃうなんて運が悪すぎるよ。関は、この少女を部屋に無理やり連れ込んで、いたずらをするんだ。その時に、所持していた生徒手帳を見られて住所や名前を知られたんだ。どこまでも、非道だね。人間のクズだよ。事件当日、午後4時半頃、チャイムを鳴らして、応答がないのを確認して、玄関ドアを開けてみると、開いてしまったんだ。部屋には、83歳になる少女の祖母が寝ていたんだ。関はこの祖母を起こして通帳を出すよう脅迫するんだ。しかし抵抗されてしまい首を絞めてしまうんだ。ここで通帳を渡していれば、命は助かったかもしれないね。その後、少女と36歳の母親が帰ってくるんだ。そしてこの母親も関を責め立てて歯向かうんだ。関は母親を厄介だと思い、黙らせようと包丁で刺してしまう。何でもその場しのぎなんだね。今を乗り越えればいいとしか思ってない。さらに犯行は続き、午後9時半頃帰宅した41歳の父親に対して、笛を吹く形で肩を深く刺して命を奪うんだ。これ、どこまで続けるつもりなのよ。父親の帰宅前に、4歳の妹が保母さんに連れられて保育園から帰ってきているぜ。4歳の子供も危険だよ。この時点では無事だったんだ。そんな、怖いこと言わないでよ。その後、この父親が経営する会社にも通帳があることを知って、深夜にもかかわらず少女に取りに行かせるんだ。社員が通帳と印鑑を少女に手渡すんだが、不審に思って警察に翌朝になって通報しているぜ。夜更けに通帳と印鑑取りに来るなんて、異常だもんね。家に警察が駆けつけてくるんだが、呼びかけても応答がなくて、ベランダから家に入ると、そこには目を覆いたくなるような惨劇の跡があったんだ。そして、リビングには呆然と立ち尽くす少女と関がいたんだ。この少女の辛さは、想像できないほどひどいものだろうね。関は自分も襲われているように演出するために、少女に包丁を持たせていたんだ。そんなのすぐにバレるに決まってるじゃん。犠牲になったのは両親と祖母、そして幼い妹もだった。早朝に幼い妹が泣き出して、近所にバレると思った関が刺したんだ。もうダメ、ひどすぎて言葉が出てこない。逮捕後に関は、少女とは友人で、呼ばれて家に来たら家族が死んでいたと供述しているんだ。何その言い訳、誰も信じないでしょ。少女はあまりのショックで何も話せなかったんだ。そのため関の言い分だけが報道されてしまうんだ。じゃあ、少女が犯人扱いされてたの？かわいそすぎる。警察が証言の裏取りや鑑識などの捜査で、二人は友人関係ではないこと、関の単独犯行であることが判明するぜ。よかった、これで冤罪になってたら目も当てられないよ。関は強盗殺人容疑で逮捕されるぜ。当然だね。世間を震撼させた少年犯罪である女子高生コンクリート詰め殺人事件がこの事件の3年前に起きて、最高でも懲役20年、この事件の4年前の名古屋アベック殺人事件の主犯格の少年も無期懲役だったんだ。少年法の壁だよね。関も求刑されるまで自分が死刑になることなど想定外だと思ってたんだ。極刑が妥当だよね。死刑というものは、殺人で裁かれておきながら、懲りずにまた人を殺すような、どうしようもない連中の受ける刑罰、と関は考えていて、少年院どころか、一度も留置場へも入ったことがない自分が、いくら殺人という大罪を犯したとはいえ、一発で社会復帰や更生の機会すら与えられないはずはないと語っていたんだ。どこまでも自分に甘いんだね。少年院を出た後は、資格の一つも持った方がいいと考えて、面会に訪れた母親に頼んで、高校時代に使っていた教科書、参考書、辞書などを差し入れさせていたんだ。出てこれるわけないじゃない。取り調べに当たった刑事の話によると、関は3度の飯を腹いっぱい食べて、夜は大いびきで熟睡していたらしいぜ。そして、あんな殺人犯は見たことがない、人間じゃないと呆れていたんだ。全く反省していない、悪いことしても許されるって思ってたんだろうね。裁判で第一審の求刑は死刑だ。ここで初めてことの重大さに気づくこととなるんだ。やっと、自分の犯した罪の大きさ、償えないほどの罪だって気づいたのか。結果、2001年12月3日、最高裁で関の死刑が確定したぜ。これくらいじゃ、少女は報われないと思うけど、一段落だね。
そして、刑確定の16年後の2017年12月19日、関の死刑が執行されたぜ。享年44歳、事件発生から25年、死刑確定から16年が経っており、関は再審を請求していたんだ。なんだそれ、往生際が悪い、本当は反省なんか一かけらもしてなかったでしょ。少年が起こした事件に対して死刑が執行されたのは、永山のりお連続射殺事件以来、20年ぶりのことだったんだ。法務大臣によっては、刑執行をしないって人もいるからな。この時の法務大臣、上川陽子さんは刑執行を躊躇しない人なんだ。鳩山邦夫さんは、法務大臣時代に死神って言われたよね。死刑確定の時点では、新聞各紙は関照彦の実名を報道することはなかったんだが、執行にあたって、法務省は関の実名を公表したんだ。そうだよね、執行する際に名前を出すもんね。新聞などのマスメディアもそれぞれ実名報道したぜ。それまで匿名報道を続けていた毎日、中日、東京の各紙も、匿名報道の根拠である、更生や社会復帰の可能性が失われた。死刑の対象者が誰なのかを明らかにすべきと判断して、実名報道に切り替えたんだ。このあたりから、少年法に対する、対応が変わっていったんだね。1999年4月14日、山口県光市で18歳の少年による殺人事件が発生したんだ。犯人は福田隆行で、同じ社宅団地に住む母子を殺害した罪で死刑が確定しているぜ。動機は強姦目的で、生後11ヶ月の女児まで殺害していたんだ。そんな、赤ちゃんまで被害に遭うなんて。福田は高校卒業後、地元の水道配管設備会社に就職するんだが、10日もしないうちに無断欠勤するようになってしまうんだ。こらえ性なさすぎ。この日も仕事をサボり、午前中は友達と遊んでいたんだ。そして、午後から強姦目的で、団地の中の家を排水検査の作業員を装って手当たり次第に訪ねていくんだ。最初はおどおどしてたんだが、疑う人がいないことで堂々と行っていくんだ。そこまでして、したかったの？午後2時20分頃、7棟のある部屋から顔を出したのは、生後11ヶ月の女児を抱いた主婦の本村弥生さん、当時23歳だ。福田が排水検査の胸を告げると、彼女は疑うことなく部屋に招き入れてしまうんだ。この時に断っていれば、こんな事件起きなかったのに。彼女は若くて可愛い女性だったんだ。福田は、強姦してでも性行為をしたいという気持ちが高ぶってくるのを抑えきれなかったんだな。そんなの、抑えとかないとダメでしょ。福田は、トイレなどで排水検査をしているふりをしながら様子を伺って、彼女の隙を見つけ背後から抱きつくんだ。突然のことで彼女は驚いて、大声で悲鳴を上げながら激しく抵抗するんだ。当然だよね、抵抗するよ。赤ちゃんもいるんだし。その抵抗が福田が想定した以上だったんだ。福田は彼女を殺害して目的を遂げようと考えるんだ。なおさら、ダメなやつじゃん。福田は、弥生さんを押し倒し馬乗りになって、彼女の首を両手で締めてしまうんだ。息絶えた彼女の服を脱がせ、体を触った後弛緩したんだ。ひどい、ひどすぎるよ。激しく泣き続ける女児の息の根も止めてしまうんだ。二人の遺体を押し入れなどに隠して、指紋を消す証拠隠滅工作をしてから逃走したんだ。押し入れって、隠したうちに入らないでしょ。事件は、仕事を終えて帰宅した夫の本村博史さんが遺体を発見するんだ。本村さんは押し入れの妻を見て110番通報し、駆けつけた光警察署員によって、押し入れの天袋から女児の遺体も見つけ出している。夫の博史さんが、かわいそすぎる。4日後の4月18日に、山口県警が殺人容疑で福田隆行を逮捕するぜ。早かったね。事件から約1年後の2000年3月22日に、山口地裁は福田に対して無期懲役判決を下したぜ。これを受けて検察側は控訴するんだ。検察は極刑を狙ってんるんだ。2002年3月14日に、広島高裁が一審を支持し、無期懲役の判決を下す、そして検察側は上告。テンプレみたいだけど、やっぱり極刑を求めてるね。まあここまでは通常の流れなんだろうけどな。2006年6月20日、最高裁は二審判決を破棄するんだ。そして広島高裁に審理を差し戻す判決を出すぜ。おお、流れが変わったね。そして、2008年4月22日に差し戻し控訴審で、広島高裁は死刑判決を下すんだ。来たー。弁護側は上訴するんだが、2012年2月20日、最高裁が上告を棄却、福田の死刑が確定したぜ。遺族にも救いになっただろうね。裁判では、ドラえもんが、何とかしてくれると思った、生き返らせるために弛緩したなど、不可解で悪ふざけのような発言も多くて、裁判員の心象も悪いものだったんだ。こんなん、絶対反省してないよね。また、控訴審から弁護団も変わって、これまで認めていた起訴事実を、
否認するように主張を変えたことも逆効果となっていったんだ。途中で主張を変えるのは、一貫性がないってことで良くないんだってね。現在、彼は改姓して大月隆之という名前になり、広島拘置所に収監中だぜ。あれか、支援者が養子縁組したんだ。一方、被害者の本村弥生さんの夫で、優香ちゃんの父親である本村博さんは、事件直後からテレビに出演するなどして、意見や主張を述べてきたんだ。明日の会を立ち上げたんだよね。犯罪被害者遺族として、日本では犯罪被害者の権利が何一つ守られていないことを痛感して、同様に妻を殺害された、元日本弁護士連合会副会長、岡村勲さんらと共に、犯罪被害者の会、明日の会を設立し、幹事に就任するんだ。立派だなぁ。きちんと前を向いているんだね。そうだな、犯罪被害者等基本法の成立にも尽力したんだ。千葉雄太郎は、気に入らないことがあると暴力を振るうような人間だったんだ。ダメなやつだね。そんな千葉は、南部さやさんと2008年8月から、二人がとも27歳の時に交際を始めるんだ。嫌な予感しかしないんだけど。そして案の定、付き合って2週間ほどで千葉の DV が始まるんだ。早すぎでしょ。早々に、さやさんの妊娠が判明するんだが、彼女の家族は出産には反対するぜ。そうだよね、17歳なんだし。相手が暴力男ならなおさらだね。二人は東京に駆け落ちするんだ。しかし補導されて連れ戻されてしまうぜ。東京にいても絶対に幸せにはならなかったと思う。結局、さやさんは周囲の反対を押し切って2019年10月に長女が誕生するぜ。しばらくは子供と三人で暮らしていたんだが、DV 癖の治らない千葉に対してさやさんの気持ちに変化が訪れるんだ。そんな人と一緒に暮らすの、絶対に嫌でしょ。さやさんは、娘にも虐待の矛先が向かうことを恐れたんだな。気持ちはわかる、生まれたばかりの子に手を挙げられたくないもん。さやさんは暴力から逃れるため、娘を連れて実家に帰ることが多くなったんだ。そんな時、千葉は実家へ押しかけて強引に連れ戻そうとするぜ。危険を感じた家族は、警察に通報するようになり、その回数は10回を超えていたんだ。もう異常でしょ。ストーカーでもあるんだし。千葉は、警察から母子に近づかないようにという警告を何度も受けていたんだ。それを無視していたんだね。さやさんの気持ちは、千葉から離れてしまっていて、さやさんは別の男性と関係を持ってしまうんだ。まあ、致し方ない気もするけどね。千葉はそれを知って激怒するぜ。さやさんを責め立てて、ひどい暴力を振るうんだ。その内容が凄まじいんだ。聞くのに覚悟がいりそうだね。まず拳で肩を何度も殴って、その上で正座させてから、模造刀で太ももや背中を中心に約20回殴りつけるんだ。うわぁ、痛そう。その後、さやさんを立たせて左太ももの付け根にタバコの火を2回押し付けたんだ。後に残っちゃうよ。この日はこれで終わったんだが、次の日も虐待は続いたんだ。なんなの、その執念。今度は、タバコの火をさやさんの額に押し付けるんだ。そして模造刀や鉄棒で全身を殴りつける。額にってやりすぎでしょ。女の子だよ。やけどの後、どうするのよ。昨日と同じ左太ももにタバコの火を自分で押し付けるように強要するんだ。さやさんは言われた通りに、4回も自らタバコの火を押し付けたぜ。拷問でもそんなことしないよ。2日間にわたる壮絶な DV の後、さやさんは実家に戻ってきたんだ。よく帰ってこられたね。千葉は、その後にいつものように、さやさんを連れ戻そうとさやさんの実家に押しかけるんだ。そんな、愛情表現いらないからね。千葉は合鍵を持っていて、家に勝手に入ってくるんだ。しかし姉のミサさんは、さやさんに会わせずに警察に通報するぜ。そうだね、すぐに警察に通報した方がいいよ。千葉は保護観察中だったんだ。警察に通報されると少年院送致になると考えて、この日はおとなしく帰っていくんだ。警察が駆けつけた時には、千葉はすでに立ち去っていた。もう警察にちゃんと保護してもらった方がいいよ。翌日の10日午前6時40分頃に、雄太郎は手下の少年 A を引き連れて、凶器を持って再びさやさんの実家へ現れるんだ。凶器なんて持ってきて、どうするつもりなのよ。この日、家にはミサさんの友人である大森美香子さんと、姉の知人男性が来ていたんだが、早朝のためみんな寝ていたんだ。寝込みを襲ったんだ。卑怯だね。2階に侵入した千葉は、さやさんを連れて行こうとするんだが、姉のミサさんが気づいて、通報しようとするんだが、今日の千葉は引き下がらずに大声を上げながらミサさんの腹部を刺してしまうんだ。続いて大森さんの胸なども何度も刺して、二人の命を奪ってしまう。その後、知人男性の胸部も刺して重傷を負わせるんだ。全然関係ない人たちが犠牲になってる。目の前で繰り広げられる凶行に、さやさんは恐怖で動けなかったんだ。さやさんの左足を千葉は切りつけて、強引に連れ去ろうとするんだ。
何でも暴力で支配できると思ってたんだろうね。さやさんはかなり抵抗したんだが、千葉の腕力にはかなわず、近所に止めてあった車に押し込まれてしまうんだ。逃走は長くは続かずに、午後1時頃、千葉と少年 A は未成年者略取及び監禁の容疑で現行犯逮捕され、さやさんは無事に保護されたぜ。さやさんが無事でよかった。千葉は犯行時、自分が捕まらないよう、偽装工作をしていたんだ。そんな、悪知恵は働くんだ。凶器だった牛刀に少年 A の指紋を付けさせた上で、自分は革手袋をして指紋がつかないようにし、少年 A のジャンパーを着用していたんだ。A のことはただの使い捨ての駒としか思ってなかったんだろうね。千葉は少年 A に犯行をなすりつけようとしていたんだな。逮捕された時、返り血を浴びたジャンパーは計画通り少年 A が着ていたんだ。この A もなんでついていっちゃったんだろう。千葉は、その後2010年3月4日に殺人、殺人未遂、傷害などの複数の容疑で再逮捕されたぜ。きちんと裁かれてほしい。裁判では、犯行は計画的で精神障害もなく、少年 A に罪を着せる工作なども発覚、裁判長は残虐性や身勝手さを指摘したんだ。2016年6月16日、最高裁は上告を棄却したため、死刑が確定したぜ。事件から8年だよね。時間かかったけど、遺族も少しは報われたのかな。裁判員裁判で、少年に対する死刑判決が確定するのは史上初だったんだ。そうなんだね。平成の少年事件での死刑確定は、1992年に起きた、市川一家4人殺害事件被害者4人、1994年の、大阪、愛知、岐阜連続リンチ殺人事件被害者3人、1999年の、光志母子殺害事件被害者2人に続き、4例目の死刑確定となったんだ。どれも、ひどい事件で少年だからって許させるものでは、全くないよ。千葉は、死刑判決自体には不満はないが、事実と異なることが認定されていることは受け入れられない。として、2016年6月27日付で最高裁に判決の訂正を申し入れるんだが、これは2016年6月29日付で棄却されて、正式に死刑判決が確定した。刑の執行まで、反省してほしい。2021年10月には再審請求が棄却されて、現在は仙台拘置所に収監中だ。2021年10月、山梨県甲府市で夫婦が殺害されて自宅が全焼した事件が起きたんだが、甲府地検は2022年4月8日に殺人や現住建造物等放火などの罪で市内の19歳の男性を起訴して、報道機関に実名を公表したんだ。刑の執行時じゃなくて起訴した時に発表したんだね。在京市を中心にして、翌9日の朝刊を見ると、読売、朝日、日経、産経、毎日の5紙が実名を報じていたんだ。東京は匿名だったぜ。NHK や共同通信、地元の山梨日日新聞は実名を報道したんだ。ほとんどが実名報道に踏み切ったんだね。実名放送したマスコミは、事件の重大性や社会的影響の大きさを理由に挙げていたぜ。日経と毎日は本文で氏名の記載を一箇所に留めたんだが、産経は氏名だけでなく顔写真を掲載するなど、マスコミごとに対応に違いはあったな。そうだね、各社ともに少年の実名報道は重いものがあるんだろうね。匿名とした東京は、健全育成を目的とした少年法の理念を尊重してきた。改正後もこの考え方を原則維持すると説明しているぜ。東京新聞は、もともと実名報道してこなかったもんね。社会への影響が特に重大な事案は、例外的に実名での報道を検討するとして、紙面とインターネットの記事で対応を分けたマスコミもあったぜ。でも実名報道って昔から問題になってなかったっけ？確かにこれまでにもたびたび、実名報道の議論は報じられてきたんだが、今回がこれまでと違うのは、その実名を報道されたのが19歳の少年だったということだな。確かに日本は罪を犯した少年に、懲罰じゃなくて更生を、というのが基本だもんね。少年法では、家裁の審判に付された少年や、少年の時に犯した罪で起訴された者について、氏名、年齢、職業、住所、要望などで、事件の本人であることがわかるような記事や写真を、メディアに掲載してはならないというルールが定められているんだ。これが、崩されていってるんだね。2022年4月1日スタートの改正少年法では、この実名報道について、新しいルールが定められたんだ。最初に言ってた、特定少年ってやつだね。18歳、19歳を特定少年とするやつだな。特定少年は、特定少年の時に犯した罪で起訴された場合、さっきのルールは適用されないんだ。つまり、特定少年が起訴されると、実名報道してもいいってことだ。山梨県の事件で弁護人は、事前に実名公表をしないよう地検に申し入れていたようなんだが、それが認められず遺憾であるとコメントしていたな。
実名報道も制裁に当たるかもしれないってことね。実名報道をした日経新聞には、お断りとして少年法で特定少年について実名報道が解禁されたこと、改正の趣旨を踏まえ、事件の結果の重大性や社会的影響などを総合的に検討して、今回は実名を掲載する旨のコメントを載せているぜ。これが今後の日経の少年法に対する姿勢なんだろうね。この言葉を見ると、新聞社は、検察庁から実名公表があった事案についても、一つ一つ、実名報道すべきか否かを慎重に検討して対応するようにも読めるがな。深読みすれば、今後も実名報道していくよって公表しているようにも読めるよ。選挙年齢や成年年齢が引き下げられたからな。これも大いに関係あるんだろう。罪を犯した場合の責任の取り方が、17歳以下とは違うってことなんだ。18歳、19歳はある意味大人だっていうこと、それに国民の知る権利もあるからな。でも、特定少年は少年なんだから、更生の機会を奪うのかって反対もありそう。それに今はネットが浸透しているから、デジタルタブーの問題もあるしな。ネットでありがちな、憶測だけが広まっちゃうとかあるしね。ただな、被害者は実名報道されるだろ、これは問題じゃないのかって意見もあるんだ。国民の知る権利って、どこまでも追求していいわけじゃないよね。無罪になった人の実名報道は問題にならないのかといった、いろんな疑問や意見があるからな。これからみんなで考えていかないといけないことなんだろうぜ。でもね、少年だからといって、暴力を振るったり、人の命を奪っていいことにはならないからね。二度とこんなにも悲惨な事件が繰り返されないことを祈るばかりだよ。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。